こんにちは、菅野です。今日はですね、オリジナル手ぬぐいを本染めで作った時、安くですね、激安で、作る方法、これを一番、大事なことですのでお知らせしたいと思います。で、今これお見せしているのが、安い方の部類なんですね。どういうことかと言いますと、やっぱり本染めっていうのは全部手作業で作ります。肩も手作業ですし、染める時も注染といって、こう注ぎながら、インクをこう注ぎながら染めていきます。注ぎ染めってやつですね。なので、できるだけ染める部分が少なくて白場の多い、なおかつ簡単なデザインっていうものがやっぱり一番、シンプルなデザインっていうのが一番やっぱり安くできるということですね。本当はデザインの違いにもよるんですけども、やっぱりできるだけこうシンプルで、なおかつ自分の主張したいところをきっちり主張できるような、そういったデザインにすると安くできます。本染めの中でも一番安くできるのがこの形です。